こんにちは、岡作です。長野県佐久地域の情報を発信しています。このチャンネルの説明動画を作りましたので、ご覧ください。どうぞ。佐久がいいと思ったのは、取れる食材が豊富で、東京から新幹線で約70分とアクセスも良くて、高原で夏も涼しくて開けた風景が広がっているところです。さらに佐久に行って感じた一番大きな魅力は、横につながってクオリティの高いものを生み出す人たちがいることです。こちらは地元の食材、地元の料理人さんたち、さらに佐久の家具職人さんも一緒に作り上げた食卓です。ここにいろんな業種のそのね、その尖ったところがうまく、なかなかそれってすごい難しい。やっぱ異業種っていうのはとても魅力がある。なおかつ一番クオリティの高いものが作れるんじゃないかな。チャンネルを通してより多くの人がつながるきっかけになれればこの上なく嬉しいです。見ていただいている皆様とも交流していきたいので、気軽にコメントやメッセージいただけたら嬉しいです。